ご視聴ありがとうございます。アゲンド県カブトムシポーズです。ちょっとね、これね、どうなんだろうっていうボトルがあったので、今から掘り出してみたいと思います。っていうのもね、溶質が見えないんですよ。で、去年の11月6日ですねの他の子たちはね、みんな羽化してるので、こちらもね羽化してると思うんですけど、ちょっと全くね生存確認ができない状態できてないんですよ。溶質がね見つからない。マットの状態はいいですね。さあどうなんでしょうか。なんだこれ、あら、え、ダメか、もしやダメか、いや信じる、俺は信じる、生きてること、生きててください。あった、生きてた、よかった。そしてめっちゃなんか赤いんだけど、赤々しい。うわ、綺麗。見てください、この赤さ。すさまじく赤いですね。レッド系ですね。まじ、ギレもなくレッド系。で、この子はね、オスですね。足の力が強くなってる。多分、浮かしてだいぶ経ってますね。よかった。赤紫っぽい。後ろも全部赤。すげえわ。めっちゃかっけえ。サイズはそこまでね、強くないっていうか、サイズはそこまで大きくないんですけど、この赤さがね、かっこいいですね。よかった。無事生まれてくれてくれてありがとうな。浮かしてくれてありがとうな。はい、ということですね、今回の動画は、超微妙な、禁止ボトルじゃない、マットボトル、掘り出してみたら、超すげえ赤い虹色クワガタが浮かしてたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方もよろしくお願いします。他にもいろいろ動画がありますので、もしよろしければ見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。おうおうおう。ありがとうございました。